私は踊り絵師の神田沙織です。踊りながら絵を描くんですが、ライフペイントと銘打っていろんな場所を旅して、そこで知り合った人との出会いに動かされて、主に人のエネルギーに動かされて絵を描いています。フィクションについてどう思うか。お客として来た時の感想はやっぱりなんか清々しいというか、本当にアーティストたち、これだけのアーティストたちのエネルギーがとてもいい形で放たれていて、それをオーガナイズしていることにも本当にグッときたというか、なんかこれが続いてほしいなって、清々しい気持ちになりました。未来、本当に私が願うのは、こう人の中にある良い優しい気持ち、良いものがちゃんと伝わればいいなって思うんです。で、それが伝わって広がっていったらいいなっていう時に、たまたま大好きな方法でそこに向けて何かできることはないかって自分もやっているんですけど、なんかこういう場に触れた時にすごくホッとします。続けて、みんなで続けていったらいいと思います。あ、びっくり